ビデオオプションアーカイブス。今から十数年前、ノムケンとビデオオプションはアメリカに向かった。そこで待っていたのはダートの上でレースするアメリカンモータースポーツのまさに草の根をリポート。ノムケン優勝記念ダートストックカーレース。ついにノムケンに試練の時がやってきた。なんとあのストックカーがあのカウンターで走りよるないこら。えという展開で取材班はまたまたやってきてしまいました。でこの人の登場です。いやイカ天野郎どもにはここはバッチリかもしれない。このコースはナスカーで活躍するドライバーが必ず通る登竜門。これが本当の草レースだ。ここね、これドローンコンとかバッチリなんだな。ただこれ路面が非常にスリッピーだからよ、このパワーのある車だとアクセルとハンドルがなちょっと難しいんだな。ダートでマシンコントロールを覚えステップアップしていくのだ。イカ天野郎にはぴったしのシチュエーション。コースの赤土は滑りやすいぜ。これはどう説明するんですかね。このマシン床見えとりますよ。これマシンはとってもダイナミックな作りだ。カニみたいな。あらあらあらすごいね。V8 5.7 リッタートルクたっぷりのエンジン。果たしてこのコースで乗りこなせるか。まずはノムケンの腕試し。やんちゃ小僧状態になってるよあれ。ドリフトはしててもバンク出口で振られタイムロスをするノムケン。タイムは問題なんじゃなくて走り方でしょ。走り方、走り方。2回やった日にはもうジャスンと言わせたら今日あたりほらスリックアウトで練習してきますのでちょっと頑張っていきましょう。週末の夕刻、今日はシリーズ第2戦。サーキットを目指して各地から草レーサーが続々とやってくる。参加者のほとんどが自作のマシンで手作りのトレーラーに乗せてやってくるのだ。参加者のほとんどが家族連れでみんなレースを楽しみにしているのがありありで、平均年齢もやや高め。レース歴30年という親父もいるそうだ。もちろん車検もあって最低重量がクラスごとにチェックされるのだ。しかし車検委員長は小学生だったのだ。Hi, everybody! 日が沈むにつれて参加者が増え、パドックはマシンでいっぱいになってくる。激戦のこのグラスルーツレース、それを物語るようにマシンはほとんどポンコツ状態でもって唯一の日本車を発見いたしました。自分で作って自分でメンテというのがこのレースの基本。親父酔っ払ってご機嫌ですわ。34番ケンだよ。ケン親父じゃない。ケン34番グリッドですね。頑張ります。週末のレースを楽しみに観客も続々詰めかける。こんなサーキットがアメリカには何百とあるというからアメリカの奥深さが分かるね。観客もじいさんから子供まで車好きがわんさく。村で唯一の楽しみなのだ。一方ノムケンはレースにはつきものドラミに参加。日本中で放映されるって言われてるんだけど。日本中で放送されるし、それからお前の乗る車は、あ、日本人が乗る車は俺自身の車なんだからよく覚えておけよ。トラブった時の対処をオフィシャルにレクチャーされる。
変な猿がいるとノムケンの周りにギャラリーが絶えずやってくる。この日は4クラスのレースが行われ、まずは練習走行から開始。昨日の特訓で得得したドラテクが発揮できるかノムケン。レース前、余裕があるのは監督だけ。サンダー&ライトニングクラス、いよいよ練習走行の開始だ。力出直し後コースアウト。一体何があったのか。では角度を変えてもう一発。ハンドルだ。おお。今のは何でしょう。ハンドルが取れしもたですね。試練を味わうにはちょっと早すぎたとじゃなかったでしょうか。こらこれはならん。もうなこてこっぱずかしか。どうした。ハンドルが取れたのですよ。取れた。ハンドルがポーン。あーじゃあハンドルさんおやすみ。マシンはフロントスプーラーが割れただけでダメージは最小。よかったね。距離と角度がからん。距離は危ないけどそんな感じじゃん。でも全然コンディション違うからしょうがないよ。いやいや言い訳をしたらならんとですか。予選レースではフロントが全然グリップしないというノムケン。とうとう決勝は B からスタート。泣いても笑っても最後の本番。いよいよ決勝レースの始まり。さあローリングスタート開始。グリーンフラッグで一斉に全開。おお、綺麗な団体グリファブだ。一方ノムケンは来ない。コーナー出口でモロアンダー状態。どうしたノムケン。おっと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 。早くもラップされちまいまった。では車載でもう一度。またまたやろう。さあレース再開だ。
まったかと思うとアンダーが出てしまう。このクラスでは上位陣が安泰。相変わらずタコ踊り全開のノムケン。また一台クラッシュでリタイア。車が片付けられるまでイヤロー交渉。よういかんとくすぎてこら手に応援ですばい。ノムケン2周遅れでゴール。しかしなんと5位入賞の快挙のおまけ付き。ノムケン流のパフォーマンスも忘れません。この激しいレース生き残っただけでも大したものだけど、日本のイカ天野郎代表としてはバッチリドリフトを決めてほしかったかな。ならならナンパしようとかやなお前は。もうどげもどげも中戸ですば。もう失敗してからドリフトもセンターアンダーばっか出して、もう言い訳無用、今度無用ですね。お前はね、もうゼロからやり直し、ゼロからやり直しだ。おったかと言われても仕方なかですば。今日はもうゼロからです。今回本場のドリフト野郎をあっと言わせようというこの企画は大失敗に終わった。世界征服の道は全然遠い。